万浦線は、朝鮮民主主義、人民共和国平安乱道順川市にある、順川駅から自行道万浦市にある万、浦青年駅までを結ぶ、鉄道路線である。朝鮮総特府によって建設が進められ、1932年11月1日に、まず順川泉道館が開通し、1939年2月1日には、全線が開通した。その後、 1939年10月1日には、万浦、王力公共料が完成し、梅州線との連絡運輸を開始、万浦線は、満州国までつながる、国際鉄道となった。1940年当時、万浦線では、順川駅で下り7本、上り5本の列車が、万浦駅では、上下3本の列車が発着していた。国際列車は、満浦通過間に一往復と、 平壌から万浦線を走破してキツリまで運行された845.846列車が1往復あった。戦後は平安北道にある妙高山に連絡する観光路線として使用され、1980年に電化された。現在は平壌から直通列車があるほか、万浦青年駅から王力港の対岸にある 中安駅まで貨物列車に客車を一両つなげた、客家混合の国際列車が1日1往復運行されている。この列車は日本人を含む外国人には対外解放されていないのだが、中国朝鮮族には例外的に乗車が許可されているため、親族訪問や行商を目的とした中国朝鮮族がよく利用している。ありがとうございます。